初代イスメイ男爵ヘイスティングスライオネル・パグ、イスメイ陸軍大将は、イギリスの政治家、軍人。イギリス領インド陸軍の将校であり、第二次世界大戦中は主に、ウィンストン・チャーチルの軍事主席補佐官として、役割を果たし、その他に第四代イギリス連邦交渉大臣、初代ナトー事務総長を務めた。1887年6月21日に、 イギリス領インド帝国のナイニタールに誕生した。イギリスのチャーターハウススクールと、サンドハースト王立陸軍士官学校で教育を受けた。サンドハースト卒業後の1907年、インド軍第21アルバート・ビクター王子所有形騎兵連隊に士官として参加した。第一次世界大戦の間、ソマリランドで狂気のムルダーこと、サイド・ムハンマド・アブドゥラー・ハッサンに対抗する。 イギリス軍にソマリランドラクダ軍団所属で戦った。1925年に帝国防衛委員会の実践補となった。大佐に昇進した後、インド総督ウィリングドン伯爵の軍事秘書を務め、その後1936年に帝国防衛委員会に副長官として戻った。1938年8月1日の第二次。 世界大戦の勃発直前に帝国防衛委員会の事務局長となり、差し迫った戦争に備えて計画を開始した。1940年5月にウィンストン・チャーチルが首相に就任した時、軍事主席補佐官、参謀としてイスメイを指名した。多忙な中、イスメイはチャーチルと参謀総長委員会の間で主導的に調整に努めた。また、イスメイは チャーチルに同行して、連合軍の戦争会議の多くに参加した。イスメイの多くの助言や援助は、チャーチルは戦争の間、国民と軍人の誰よりも助けられたことを認めざるを得ない、と評価されている。終戦後、イスメイは、年明けまで軍に残って、国防省を再編成した。1946年に軍を退役し、インドで、 ルイス・マウント・バッテン卿の参謀長を務め、インド・パキスタン分離独立の監督に奔走した。1948年から1951年に英国際評議会の議長を務め、イベント整理と促進を助けた。その後1951年にチャーチルが首相に再任したとき、彼はイスメイを英連邦交渉大臣に任命した。イスメイは大臣職を引き受けたが、 1952年に、NATO 初代事務総長になったため、わずか6ヶ月で辞任した。事務総長の任期中に、NATO の地位を確立し、定義することに成功した。1957年の引退後は回想録、The Memoirs of the General Road イスメイを書き、多様な企業の取締役会を務め、イスメイヤコブ委員会共同議長になって、再び国防省を再編した。 1965年12月17日に、グロスタシャー州のウォーミントングレンジにある自宅で死去した。